あつ別ふれあいホットステーション。この番組はあつ別区役所の提供でお送りいたします。さて、ここからはあつ別ふれあいホットステーションのコーナーです。毎週水曜日午前10時45分から放送するあつ別区役所の広報ラジオ番組です。この番組ではあつ別区からの情報、お知らせはもちろん、これからのあつ別区のまちづくりをラジオの前の皆さんと一緒に考えてまいります。それでは今日も素敵なゲストにお越しいただいておりますので、自己紹介をお願いします。はい、札幌市まちづくり政策局地域計画課の伊藤泉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まちづくり政策局で、景観まちづくりというのをご担当されていらっしゃっているんですね。はい、今日はではどんな紹介をしていただけるんでしょうか。はい、今日はあつ別の美しい景観をテーマに、札幌市で実施している事業、景観の種プロジェクトをご紹介したいと思います。はい、景観の種プロジェクトですね。どのような事業なんですか。はい、景観とは一般的に景色や眺めを意味する言葉です。この景観を構成する要素には、まず山並みや緑地、河川などの自然的な要素と、建築物や道路、橋などの都市的な要素があります。また気候や風土などに根ざした生活や文化が街並みの特徴として現れたり、多くの人が集うイベントや人の往来が街の雰囲気を醸し出すなど、人や暮らしも景観を構成する要素です。これらの景観を構成する大切な要素はすべて景観資源です。なるほど、もう本当にいろんな要素があるんですね。自然もそうですし、建物もそうですし、文化もそうですし、生活もそうですし、いや考えてみればそうですよね。すべてがこう景観の一部ということなんですね。ま、札幌市には特に歴史を感じるような建物とかもね、いっぱいあると思いますけれども、こういったものが指定されているということですか。はい、札幌市には景観に関する制度として、景観重要建造物や札幌景観資産といった指定の制度と、景観の種という登録制度の大きく分けて指定と登録の2つの制度があります。はい、歴史を感じるような建物など魅力的な景観を作る上で価値があると認められる建築物や工作物、樹木などは所有者様の意見を聞いた上で景観重要建造物や札幌景観資産として指定し、地域の魅力的な景観づくりを推進しております。はい、景観重要建造物や札幌景観資産は外観の維持保全なども重視しており、維持保全にかかる費用の一部を助成するなど、保全や活用のための取り組みへの支援も行っております。ただし外観の変更を伴う改修などを行う際には許可や届出が必要となるなど、一定の制限がある制度になります。これらの指定制度は歴史的な建造物が多くなっており、歴史的建造物以外にも札幌の景観を構成する素晴らしい景観資源がたくさんあることから、地域の皆さんに親しまれている景観資源を広く登録するためにできたのが景観の種の登録制度です。景観の種は一定の制限を受ける指定制度とは異なり、外観の変更などに関する制限のない緩やかな登録制度で、景観資源を広く周知し皆さんに興味を持っていただくことを目的としております。単体の建物だけではなく、並木や河川、通り、夜景、眺望、活動なども広く登録の対象としています。なるほど、景観の種プロジェクトと、それから景観重要建造物札幌景観資産とはまたちょっとこう似てるようで違いもあるということなんですね。はい、しっかりとこう条例などを設けてがっちり守っていくっていうものももちろんあれば、はい、そうじゃなくてそこまでではないけれども、やっぱりこう私たちにとっていいものだよね、財産だよね、はい、とこうリラックスした気持ちで守っていこうというものもあるということなんですね。はい、はい、ではそんな中のその景観の種プロジェクトについて今日は特にお伝えをしに伊藤さん来てくださっていますけれども、札幌市内でその景観の種に登録された場所っていうのは、例えばどんな場所があるんですか。はい、
今まで登録されているものについてなんですけれども、はい、建築物では中央区北一条西5丁目にある北家老札幌本館などがあります。あ、そういう、あの、こう、例えば歴史上の、まあ、公のものじゃなくて、はい、そういう一会社の建物とかもそうなんですか？はい、北家老札幌本館は大正15年に建てられた、北海道町立図書館が、平成28年に貸し店の北家老の店舗カフェとして生まれ変わったものです。建物全体は大正時代の、建物に多く見られる様式でデザインされていて、はい、旧玄関ホールなどは建設当初の姿のまま残されています。これらの特徴的な外観は北一条通りや札幌を代表する北海道赤レンガ庁舎を望む通りに歴史を尊重した景観を生み出しています。いや、確かに歩いていてもやっぱりこう見惚れてしまいますもんね。ね、はい、その他にはどんなところがありますか？はい、イベントとして丁寧夏明かりなどがあります。イベントも、はいはい、丁寧夏明かりは丁寧区で平成4年から毎年夏に開催されてきた一晩だけ提灯を灯すイベントで、会場一帯を彩る提灯が夏ならではの景観を作り出しています。はい、このイベントで用いられる提灯の多くは丁寧区の小学生が大学生に教わりながら手作りしたもので、思い思いに制作した提灯が夏の夜空に浮かぶ姿は子どもたちにとって特別な思い出となっています。そうなんですね。あの、地域の皆さんの交流もあって、でちょっと、あの、びっくりしてしまったのが、そのイベントみたいな、はい、形のないものでも、はい、そう、あの、景観の種になっているということなんですね。そうですね、うん、はい、そしてまだまだありますか？その他、樹木なんですけれども、うん、はい、真駒内にある真駒内あけぼの中学校の春に入れの木があります。大きいですよね、あれね。はい、真駒内あけぼの中学校の春に入れの大木は周辺地域で牧場が営まれてきた時代から残るもので、この地に中学校が設置された際に、敷地内に保全されました。はい、この春に入れを仰ぎ見ながら学び育った子どもたちや地域に暮らす人にとっても、この地域を特徴づける景観資源となっているとともに、小動物に住処を提供するなど自然豊かな札幌を身近に感じることができる大切な景観資源となっています。なるほど。いや、本当にバラエティに富んでますね。はい、あの、ちょっと意外な、あの、建物だったりですとか、はい、それからイベントもですし、本当にこの木だよっていう、多分地域の皆さんがずっと親しんでいたあの木も、はい、景観の種としてちゃんとこう認定もされているということなんですね。はい、あの、ではここ厚別区内で登録されている場所っていうのはあるんですか？あ、はい、厚別区では日だまりロードと熊の沢公園が新しく景観の種に登録されました。はい、日だまりロードは札幌市白石区から JR 北広島駅まで 19.8 キロ続く自転車歩行者専用道路の一部で、延長 4.5 キロの区間です。正式名称は道道札幌恵庭自動車道線ですが、はい、厚別区の区間を日だまりロードと呼んでおり、この愛称は市民公募により高台から見下ろした道に日が当たって行き交う人たちがほのぼの楽しそうに見えたことから名付けられたそうです。日だまりロードの両側にはさまざまな木や花が植えられており、春は桜、秋は紅葉など、移ろいゆく四季を楽しみながらサイクリングや散策を楽しむことができます。はい、道中にはいくつものトンネルがあって、地域の人々が協力して制作したタイルアートの壁画も見られます。地域の人々の憩いの場として大切にされてきた、地域特有の景観を作り出している景観資源であるとして登録されました。はい、いや、私何度も日だまりロード、あの、普段から市民ランナーなので走ったことがあるんですけれども、はい、本当にこう、あの、サイクリングの方も、それからワンちゃんのお散歩とかね、はい、あの、本当にたくさんの方が自然をめでながら歩いて走っていますよね。はい、そうか。今頃はじゃあまだ桜は咲いていたりするのかな。ちょっと札幌市内そろそろ終わり際にも、ね、なってますから、はい、じゃあこれからはもう青々とした緑が楽しめて、はい、そしてね、そう、紅葉も綺麗なんですよね。はい、私、秋に日だまりロードを走るのが大好きなんですけれども、はい、四季折々のそんな景観も楽しむことができるということなんですね。はい、さあ、そして今ありました熊の沢公園についてもご紹介お願いします。はい、
熊の沢公園は厚別区もみじ台西6丁目、もみじ台地区のほぼ中心にある、約 7.5 ヘクタールの広さがある公園です。はい、もみじ台地区の団地や住宅が立ち並ぶ地域にありながら、この地域の開発以前の姿を知ることができる貴重な場所となっています。小高い丘陵地にあり、起伏のある園内には白樺や山もみじなどのたくさんの植物が生い茂っています。また水芭蕉の群生地もあり、春にはきれいな花を咲かせます。この希少な環境を守るため、地域住民による保全活動も行われてきました。公園内の北側の丘にある芝生の広場からは、西側に広がる青葉町の緑、新札幌のビル群、さらには藻岩山や手根山などの山々を望むことができます。豊かな自然と眺望を有する公園であり、地域の住民の憩いの場として親しまれてきた景観資源であるとして登録されました。はい、これまたひなまりロードとまた打って変わって、正反対とでも言いましょうか、開けたね、本当にこうのんびりとできるような風景ですよね。はい、こんなところが厚別区にあるんですか。見晴らしがよくて、そして本当にこう新札幌のここのビル群だったりとか、住宅街だったりとか、厚別区そのものを見ることができるということなんですね。はい、でこの、2つが、今回、景観の種に登録されたばっかりということなんですね。はい、はい、ちょうど今スタジオにですね、広報札幌5月号を、お持ちいただいておりますけれども、厚別区版のですね、はい、写真付きでどーんと紹介されていて、はいはい、これも本当に素敵なお写真ですね。はい、改めてこの目で見に行きたいなと、足を運んでみたくなるようなそんなスポットですね。はいはい、でこうやって改めて厚別区にもいいところがあるんだぞと見つめていくとですね、まあ、もしかしたらこれを聞いていただいている市民の皆さんも、はい、もっといいところ知ってるけどとか、ここもあるけどとか、はい、そういったご意見もしかしたらあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、例えばその私が思うここがいいと思う景色とかも登録をしてもらえたりとかするもんなんですか。あ、はい、景観の種プロジェクトの取り組みでは、はい、市民の皆さんからも登録の提案や情報の提供を募集しております。はい、春の桜が美しい通りや、夏の地域のお祭り、秋の紅葉が素晴らしい山並みや、札幌ならではの冬の雪景色、美しい夜景など、あなただけが知っているお気に入りの景色やとっておきの景観がたくさんあるのではないかと思います。お寄せいただきました情報はどのような景観資源かを調査し、所有者様のご意見などをお伺いした上で、札幌市が登録を行うかなの判断を行っていきます。札幌市のホームページより景観の種で検索していただくと、情報提供のページがありますので、はい、ぜひお気軽に情報をお寄せください。なるほど、じゃあ気になる情報、おすすめの情報というのはホームページから検索して、札幌市のホームページから景観の種を探すと投稿ができるということなんですね。はい、やっぱりちょっとこう札幌市も今で言うと桜が終わり頃になってきてますけれども、やっぱりこう SNS 文化でいいものを撮ったら見たら、はい、写真を撮ってこうシェアっていうのが本当に身近になってきましたけれども、はい、まあ、どうせシェアをするんだったら自分のインスタとか X もいいけど、はい、こうやって札幌市に認めてもらって、もっともっと多くの人に自分のお気に入りを知ってもらえるっていうのは本当にいいことですよね。はい、ぜひぜひ皆さんも、どんなものがあるのか、そして、自分のおすすめもぜひぜひチャレンジをしていただきたいなと思いますが、では、はい、伊藤さん、最後に聞いていただいている皆さんへ PR お願いします。はい、札幌市には皆さんに知られていない景観資源がまだまだたくさんあります。皆さんからお寄せいただいた景観資源の情報が景観の種として登録され、たくさんの方々に札幌の素晴らしい景観を感じていただけるきっかけとなるかもしれません。建物だけではなく、並木や河川、通り、夜景、眺望、活動など、皆さんの周りにあふれているとっておきの素敵な景観資源の情報をぜひお知らせください。どうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。今日はまちづくり政策局都市計画部地域計画課景観まちづくり担当係長の伊藤さんにお越しいただきまして、厚別の美しい景観をテーマに景観の種プロジェクトについてお話を伺いました。伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。厚別ふれあいホットステーション、この番組は厚別区役所の提供でお送りしました。